エミリ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 チャンネルさん始まるよ。イエーイ。こんにちは。このアナウンスを聞いて皆様何か気づきませんか？そうです。私は今東京ディズニーシーにいます。イエーイ。元気いっぱい。はい、今日なんですけれども、私が大好きなリンダベルちゃんのグッズ発売日ということで、もうほんとグッズを買うためだけと言っても過言ではないぐらいのテンションでディズニーにやってまいりました。もう本当に最近のディズニーさ、グッズ発売日間近に行かないとさ、欲しいグッズ買えないし、しかも基本的に再販がなくて売り切れってなっちゃった場合、もうそのグッズはどれだけ欲しくても二度と手に入らないっていう状況なので、マジで悲しいけど、もうできるだけお仕事の都合をつけてグッズ発売日前後に行けるように最近は心がけてます。今回のグッズ超可愛いの、それはね、まだ別の開放大動画で紹介しようかなと思ってるんですけれども、とりあえず今日はディズニーシーの中で楽しむこととしてはランチを食べることです。 OL みたいな。ランチ食べに来ました。今日はディズニーシーに。よろしくお願いします。今入場しました。エントランスにドーナちゃんとデイジーと、あ、プルートもいる。プルートもいる。あらー、デイジーと撮りたいな。デイジーかわいい。このね、シーのね、デイジーのお洋服がね、個人的にラプンツェルみたいでかわいいなと思ってて超好きなんです。デイジー、あ、こっちなんか向いてくれてる気がする。気のせいかもしれないけど、ドーナちゃんとも撮りたい。ドーナちゃんかわいい。大人気だ、ドーナちゃん。ね、プルートまだ撮れたらね、プルート帰っちゃいそうなんだけど、やだ帰んないで、もうちょっといて。プルートの後ろ姿と私、今日はちょうど帰っちゃうタイミングでした。プルートバイバー。行っちゃった、かわいい。はい、というわけでディズニーシーに来たら必ず最初にやらなくてはいけないことは何ですか？それでは皆さんご一緒に、せーの、清掃。はい、皆さん見事大正解です。おめでとうございます。はい、というわけで今日は清掃持参しました。ちょっと毎回買いすぎてて新しい清掃が増えすぎてるっていうのもあるので、今回は一応イースターの時期かなっていうことでイースターの耳を持ってきました。これは香港ディズニーランドで買ってかわいいって思ったやつです。ディズニーのラビットキャラがたくさん描かれていて、トンスケとかプーさんのラビットとか、ウサギキャラ大集合、ウサギカチューシャです。かわいい。これで今日は春を感じつつ、いいね、ハルしてるね私。はい、これで行かせていただきます。サングラスをさ、持ってこようと思ったんだけどイースターのやつ忘れちゃったから、今日はちょっとサングラスなしです。ピエン、清掃完了。ご飯食べに行きます、ね、グッズも早く買いたい。ね、今日はさ、絶対にもうさ、清掃買わないって自分の中で決めてたんだけどさ、かわいい、このちっちゃい猫のやつめっちゃかわいい。サングラスね、今日本当はね、あのマリーちゃんで来ようと思ったんですけど、マリーちゃん忘れちゃって、でサリー持ってて、これ持ってないんだよな、かわいいな。いやでも高いすぎだよなマジで。ねー、マジで急募自制心。まあね、でも本当、まあ買いすぎても良くないし、まあもちろんね、グッズ収集するのが好きだから、もうそれはもう私の趣味として自分で自分のこと認めたいよとは思ってるんだけど、それにしてもちょっとすごく欲しいですね。いやでも我慢するか。我慢します。はい、というわけでご飯食べに行こうと思います。うそうそ、大嘘つき。我慢できずに買いました。でもちょっとなんかやばいな、ウサギとさ猫だから喧嘩しそう。とりあえずお腹すいた、マジでめっちゃお腹すいた。結構ねファンタジースプリングスのメニューとかも出てるから、ファンタジースプリングス行きたい早く。私はねファンタジースプリングスの予約はしてるから、いつか行きます。早く行きたいな。てかめっちゃ羨ましいんですけど、皆さんがあのプレイオープンとかの日に当たって行ってるの。私プレイオープンとかも応募したけど当たんなかったからさ、一般の方の開放日の最短で行こうと考えてます。お腹すいた、ご飯何食べよう。ちょっとご飯も何食べるか考えたいし、お腹も空いたし、グッズも買いたいし、めっちゃ忙しい。多忙です、多忙、マジ忙しい。今日はグッズ発売日だからか平日なのに結構人が多いです。もうレストランも結構並んでて、え、どこでご飯食べようって感じで、今私お昼ご飯難民です。ご飯食べたい、ご飯食べたいよ。どのレストランも並んでる。どうしたんだろう今日、本当に平日、実は平日だと思ってるのは私だけで、世間は休日だったりとかする。えっ、なんでこんな今日並んでるの、本当にすごい。いつも並んでいないところに人がすごく並んでいる、様子がおかしい。なんかあった、今日、今日誰かの誕生日だっけ。ドナルドマダルス6月だもんね。なんでこんな今日人が多いんだ。最近来た平日の中でぶっちぎりに人が多いぞ。なんでですか、教えてください。5月23日です。もちろんリーナベリちゃんのグッズ発売日っていうのもあるけれども、これグッズの目当てに全員が来ているのか、果たして本当にそうなのか。ちょっとえげつないよ人。ご飯食べたいんだけど私、普通に。あと一人で喋ってたら人が多いせいかめっちゃ見られるんだが、お恥ずかしい。今日グリーティングしたいな、いっぱい。ちょっと清掃の種類何種類か持ってきたらよかった。なんかやっぱさ、ミッキーとかミニーのさ、並んだりに行くときはさ、ミッキーとかミニーの耳つけていきたいんですよ私。でも今日ミッキーとミニーの耳じゃないから、ウサギだから。願わくばウサギのキャラクターに会いたい。トンスケとかいないかな今日、後で探しに行こう。トンスケ、ファンタジースプリングスの入り口のところめっちゃ混んでると思って行ったらみんな撮ってますね。ちょっとだけ見えるんだエリアが。素敵、楽しみ。早く6月6日になってほしいです。楽しみ。お、グーフィーがいる。グーフィー人気。あ、みんなのとこ向いてくれるっぽい。ありがとうグーフィー。グーフ
かわいい。あ、かわいい。ありがとう。すごい長いね、耳。ありがとう。めっちゃバッチリ。ありがとう。バイバイ。耳長かったね、グーフィー。あんま耳長いと思わなかった。意外とあんまりグーフィーとグリーティングしたことは少ないかも、私。やっぱミッキーミニーに行っちゃうからな。お腹すいた、マジで。マジでお腹すいたんだけど。ちょっとマジご飯にやりつけなさすぎて今泣いてる。今からレストラン予約できるとこなんか調べてみるか。もう胃が空っぽすぎて、ちょっと今胃が、何でもいいから食べ物を欲してるモードみたいになるじゃないですか。今それになってる。食べ歩きも今日すごい並んでるわね。何があったんだ？マジでレストラン系がどこも大行列です。もうお店入るの諦めて食べ歩きでとりあえずお腹をしのぐか。取りましのぎ、しのぎの一手をやりつつ、予約できるレストランも先に予約する。よし、これでいこう。今パークを一周してきたんですけれども、ここのニューヨークデリがなんかまだ一番人の混雑がマシな気がするので、ここ行きます。あ、マシだ、全然マシ、全然マシ。今日本当になんでこんな人が多いんだろう。どうしてもわからない。いろいろ調べてみたけど、リーナベリちゃんがすごいってだけなのか、リーナベリちゃんがみんなの人気者なのか。ここらしいね。はい、ニューヨークデリに来ました。ニューヨークデリはね、本当になんかニューヨークって感じするよね。わかんないけど、何をニューヨークとするかわかんないけど、勝手になんかニューヨークって感じがするからテンション上がります。あー、美味しそう。どっち食べよう。ホットサンドも美味しそうだし、サンドイッチみたいなやつも美味しそうだし、あ、このフォカッチャサンドも気になる。今ね、ディズニーシーではフードワインフェスティバルってやつやってて、いろんなね、国の料理とかお酒とかが飲めるみたいなので、ここの店舗にも1個あったので頼んじゃいました。てかめっちゃ頼んじゃったかも。やばい、食べ歩きしたかったのに、もうほぼほぼお腹いっぱいになるぐらいの量頼んでる気がする。はい、というわけで頼みました、こちらです。てれん、お腹すいた。やっとご飯にありつけるという気持ちでございます。こちらがですね、ホタテ貝のマッシュポテトシュリンプチップ添えでして、これがね、あれです、ディズニーシーフード&ワインフェスティバルのやつです。リトルマーメイドの主人公アリエルと仲間たちが住む海底王族マーメイドラグーンをイメージしたメニューって書いてる。ライムの香るホタテ貝のセビーチェとチェウダー風味の、チェウダーってなんだろう、あ、チャウダーだった、ごめん。ライムの香るホタテ貝のセビーチェとチャウダー風味のマッシュポテトを合わせた海の要素をたっぷり感じる一品です。貝殻に見立てたカラフルなシュリンプチップもポイントですって書いてる。素敵ですね。これさ、スプーンも食べれる気がする。なんかわかんないけど素敵。で、これがルーベンホットサンド。めっちゃ美味しそうだった。なんか牛みたいなやつと、絶対美味しいじゃん。なんかチーズとなんかみたいな感じ。絶対美味しいよね、これ。やば、テンション上がる。あとこれがね、めっちゃ可愛いんです、紅茶のマフィン。あら、可愛い。で、これはもう紅茶のマフィンももちろん食べたかったんですけれども、スーベニア目的で買いました。可愛い。これ本当に超可愛い。このね、大好きすぎて、見つけるたびに持ってないやつを収集したくなってしまう。はい、ラムでいただきます。めっちゃ美味しそう、これ。やば、まあ、絶対美味しいよ、これ。サムネ撮ろう。サムネその2。かわいい。今日は湯煙パール、マジかわいい。コンタクト定期的に自分のところのカラコン宣伝して本当に申し訳ないけど、本当にかわいいんだもん。マジかわいい。もう天才。真っ赤なんだけど、私が天才とかじゃなくて会社の人が天才。湯煙パールかわいすぎ。超お気に入りカラコン。ではいただきます。これがね、すごい気になってるマッシュポテトみたいなやつ。いただきます。うわ、これめっちゃ美味しい。マッシュポテトにホタテが入ってるんだけど、結構ホタテがたっぷり入ってて、プラムチャウダー味のマッシュポテト、ホタテたっぷり入りみたいな感じ。うまっ。え、これめっちゃ美味しい。幸せなんだが。え、これにつけて食べたら多分美味しいね。うまっ。え、これめっちゃ好きかもしれん。めっちゃ好きかもしれん。でも好き。うまっ。これだけ食べに行きたいぐらい好き。ホタテマジ多い。ホタテ多分13個ぐらい入ってる。ちょっと持った10分ぐらいかも。そしてホットサンドいただきます。あ、おいしい。なんかマスタードみたいなやつとキャベツみたいなやつがいっぱい入ってるんだけど、これがめっちゃおいしい。多分さ、マスタードみたいなやつとキャベツみたいなやつって言ったけど、多分マスタードとキャベツだわ。え、超具沢山なんだわ。ほら、
これボリューミーセットにするか悩んだけど1個でよかった。これでかいし、やっぱニューヨークデリだからニューヨークサイズだね。マックのマスタードソース的な感じで、辛くない甘いマスタードなので、マスタード苦手な人でもなんか美味しく食べれそうなマスタードって感じで、キャベツがとにかく量多くて、不足しがちな栄養素を補えてる感じがする。キャベツうまっ。春だから、春キャベツだからとかですか。なんかキャベツすごい美味しいんだけど甘くて、パンはもちろん見た目通りのこの綺麗な焼き色を見ていただいたら分かる通りカリカリです。これいいね。ちょっとディズニーシーで食べたい好物が一つ増えた感じ。飲み物はウーロン茶です。ちょっと暖かくなってきたから冷たいものが美味しいね。そしてこちら紅茶のシフォンケーキ。これ食べ方の正解がわからないけど、ちぎっていいかな。フォークとかあるのかな。そのままいっちゃっていい。わかんない。マフィンの公式の食べ方ってさ、フォークとかスプーンで食べるのかな。私マフィンの専門じゃないからわかんないけど、いいよね手でちぎって。いただきます。うまっ。めっちゃ紅茶、しっかり紅茶。私もうみんな知ってると思う、紅茶大好きなんで。めっちゃ美味しい。ピンクもしっかりちぎって食べる。美味しい。うわ、これめっちゃ美味しい。ちょっと待って、今回3つともめっちゃ美味しい。なんか普通に美味しい、美味しい、めっちゃ美味しいに3段階に分けるとしたら、今回頼んだ3つが3つともめっちゃ美味しいの分類にカテゴライズされてる感じ。めっちゃ当たりなんだけど、シンプルに私お腹空いてただけって話もあるかもしれないけど、にしてもよ、お土産に買って帰りたいぐらい美味しい。うまっ。これそろそろこのスプーン食べてみよう。いただきます。おいしい。なんかカリカリの固めのクッキーみたいな感じで美味しい。スプーンまで食べれるっていいね。なんか素敵だね。こんな感じでご飯を食べて、ちょっとグリーティングに行くか、もう一個ご飯食べに行くか、どっちかしようと思います。はい、美味しかった。ごちそうさまでした。でもマジでさ、私さ、そのめちゃくちゃお腹が空いている時に、あ、今無限に食べれるって思うのやめたい。30年生きてるから、もうそろそろ自分の胃のキャパの量考えたいっていうのが最近の目標であり課題。お腹いっぱいだもん今普通に。だから今から歩いてグリーティング行ってお腹空かせる。一旦エントランスに戻ってグリーティング誰が今いるか見ていきます。で結構さ、ディズニー動画上げてると、なんでそんなグリーティングに会えるんですかって言われるんですけれども、アトラクションに1個も乗っていないからです。おそらくアトラクションに乗らずにずっとパークを歩き回ってるっていうのと、まあ、グリーティングが好きなので、基本的に、まあ、エントランスの近くにできるだけいようみたいな気持ちがあったりとか、ぐる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 徘徊するのも好きなので、一生パークを歩いているからっていうのが一番会える要因だと思いますが、でも皆さんはおそらく他にもやりたいことがたくさんあると思うんですよ。やっぱ私ディズニーランドを楽しむコツよく聞かれるんですけれども、優先順位をつけることだと思っておりまして、もう自分が絶対これだけは乗りたいとか、絶対このキャラクターにだけは会いたいとか、このショーだけはいい場所で見たいとか、何かしらそのやりたいことランキング1位2位3位があるはずなんですね、誰しもに。でそのやりたいことが到達できた時に、あ、ディズニー楽しかったと思えると思うので、あんまりなんか、あ、最悪目隠しじゃんこんな。そう、あんまりね、私は私の楽しみ方をしているだけなので、惑わされずに皆さんがおのおののやりたい楽しみ方をするのが正解だと思っているので、はい、柔軟に楽しんでください。今さ、パーク内を観察してたらさ、分かった、今日学生めっちゃ多い。高校生とかがめちゃくちゃ多い。修学旅行ですか、もしかして5月。あ、そうかも。あ、多分だけど修学旅行だ。これ今前方に見えてる人間全員学生だもん多分。そりゃ皆さん楽しんでください。本当に心の底より皆さんが楽しめることを願っております。ハバナイスデー。ね、本当に人が多い原因分かった。完全なる修学旅行だ。ちょっとこれはもう確定、修学旅行確定。もうこんなことないもん。地球儀の前が今もう学生しかいない。学生だけで成り立ってる。エントランス好きだけどキャラクターいないな。とりあえずデザートが食べたいのでアイスを買うことにします。結構並んでる。てか私ここのさ、アラビアンコーストの雰囲気が本当に大好き。ずっといたくなる。こういう外国に行きたい。どこに行けばいいですか？調べろ、自分で調べろ。ゲットしました。結婚前から気になってたマスカットアイス、かわいい。このティンカベルが魔法かけてくれる感じがとってもかわいいです。このタイプのさ、チューチュー型アイス、ディズニーで出るの初めてじゃない？楽しみ。やります。あ、何も出ない。無理に吸わず柔らかくしてお楽しみくださいって書いてる。あ、すいませんでした。召し上がりの際に強く吸いすぎて怪我をしないようご注意ください。あるんですね、そんなこと。ちょっとこれ溶けるまでじゃ待たなきゃダメかもしれない。早く食べたい。待てない30歳。早く食べたいんですけど。ちょっと揉むわ一旦。今アイス揉みながら待ってるんだけどさ、今ふと思ったんだけど、このサルタン国王かわいすぎない？こんな、あれ、こんなさ、モチューみたいな、モキューみたいな顔してるけど、めっちゃ可愛いんですけど、国王がこんなさ、くったくのない感じで乗ってて合わせて、なんか、モキューみたいな、モニーみたいな、かわいい。あと、ここも好き。ここのジャスミンも好き。ここ結構穴場です。あんま混んでない。今見ていただいたら分かる通り。で、有名だけど、ここ写真スポットです。待って。ここ写真スポットですよ、やばいよね。でしょうねってなるもんね。すいませんでした。そろそろ溶けてきたので飲みます。楽しみ。頂戴いたします。
うまっ。美味しい。アイスのみのマスカット味のクーリッシュバージョンみたいな感じ。あ、これ超好き。全部超好きって言ってるから、ちょっと説得力もないかもしれないけど、基本的にディズニーリゾート内で売ってる食べ物美味しいんですよ。夏前の暑すぎない初夏に食べるアイス美味しいよね。なんか夏すぎたらさ、アイス一瞬で溶けちゃうじゃん。それはそれで嫌なの。だからこれぐらいのなんか春頃に食べるアイスが一番美味しい。かっこエミリン調べ。次行こう。今日はグリーティングもめっちゃ混んでますね。今日ちょっとグリーティングどうかなと思ったけど、だいぶ混んでるのでやめときます。なんか今日すごいね、いい天気だね。ね、ここだけさ、パッと見たらさ、もう外国みたいじゃない？これね、あんま人がいなくて、私が好きな、インディン・ジョーンズのところを、ちょっと奥に入ったところのスポットです。こういう感じでね、突き当たりみたいなところだから、あんまり人が多くなくて、ゆっくりしたい時のおすすめスポット。ここがなんかね、ぼーっとするの好きなんです、私。ぼっちディズニーの時の休憩に。皆さんもぼっちの際はぜひ。なんかこれさ、めっちゃさ、ぼっちディズニー好きで一人でディズニー行く人あるあるだと自分で思ってるんですけれども、一人で来てるから、他の方の声がすごい鮮明に聞こえてくるわけですよ。だからさ、隣で話してる家族の声とか女子高生の声とかが聞こえてきて、めっちゃマジで何様なんて感じなんですけど、口出ししたくなっちゃう時めっちゃあるんですけど、ディズニーぼっちユーザーの皆さん分かりませんか？なんか例えば今ディズニー結構システム難しいからさ、この後さ誰々のあれ言ってここの店行こうよみたいな、楽しみみたいなって言ってる。うわ、スタンバイパスアプリで取らないと多分その店入れないけど、アプリ取ってるみたいな勝手に心配しちゃうみたいな。とかなんか家族とかでさ、子供がさ、ジャンブルミッキー楽しみみたいな感じで言っててさ、お父さんがさ、え、だからジャンブルミッキーってなんか誰でも見れるんかみたいな言って、お母さんが、え、知らんよみたいな、行ったら見れるんちゃうみたいな感じで会話してる時とか、ジャンブルミッキー抽選です、お母様めっちゃ、お母様、お子さんジャンブルミッキー楽しみにされてますけど、ジャンブルミッキー初回以外抽選なんで、多分アプリを先にとって抽選しとかないと見れない可能性が、見れるんですけれども、その立ち見でよかったら見れるんですけれども、座り席でがっつりと見たいという場合は一応抽選しといた方がいいのではみたいな感じで、めちゃくちゃ言いたくなっちゃうありがた迷惑ですよね。なんかそうあるんですよね、やっぱ。それこそさっき見たらグリーティングとか、まあ今めっちゃ混んでるみたいな感じで、今日はグリーティング諦めよっかみたいな、ミッキーと写真撮りたいよみたいな言ってる親子とかを見かけて、どちらを優先されるかわからないんですけど、パレードの時間に来たら多分だいぶ待ち時間空いてると思うので、よかったらパレードの時間もしくはショーの時間に来るのが賢明な判断だと思われるんですか、どうでしょう。もちろん共有はしないんですけれども、提案として受け取ってもらえればみたいな感じでめっちゃ言いたくなるんだけど、でもさすがにそれいきなりのキモすぎるからって書いて歩くこれはぼっちディズニーあるあるだと思う。いや、なんかもう本当に教えて差し上げたい。求めてないと思うんだけど、本当に教えて差し上げたい。難しいんだよ結構ディズニー今。みんながもっとね、楽しみやすかったらいいのにね。みんなが平等に楽しめるようにっていうことで多分アプリを開発し、それ抽選システムをディズニーさんは作ったと思うので、それはすごい素敵なんですけれども、でもアプリとか機械に疎い人とかね、楽しみにくくなっちゃうよねとかはね、思いますよね。こちらからは以上です。まあでも本当他の動画とかでもめっちゃ言ってるけど、私はマジで初めてのディズニーとかの攻略方法はキャストさんに聞きまくることが一番だと思います。ちょっと歩いたら大体どこかにキャストさんはいるので、恥ずかしがらずに、これってこれなってますかとか聞いたら、キャストさんめっちゃ優しく教えてくれるから、やっぱりそこはなんかお店の店員さんっていうよりディズニーランドのキャストさんなので、素敵な対応してくださると信じているので、皆さんわからないことがあったら聞いてください、キャストさんに。こちらからは以上です。はい、というわけでたくさん歩いたのでそろそろご飯を食べます。まだね、滞在時間1時間2時間くらいなんですけど、そろそろご飯を食べます。さっきのニューヨークデリは何だったんだろうね、みんな。あれはご飯じゃないんだとしたら、あれは何だったんだろうね、みんな。はい、ここ予約しました、レストランさくら。意外と当日でもめげずに予約サイト開き続けたら予約取れたりするので超おすすめ。ここの天ぷら御膳が好きすぎて、ここの天ぷら御膳を食べるためにディズニーシーに来てると言っても過言ではない。いや、さすがに過言さすがに過言ですが、でちょっと行ってきます。和食食べれるのハッピー。はい、というわけで席に案内していただきました。ここはね、日本人のオーナーがやってるニューヨークの和食屋さんっていうコンセプトなので、和食屋さんだけどめっちゃニューヨークです。前菜がやってきました。何かのマリネって言ってましたけど受け取れなかったです。何のマリネなんだろう。いただきます。何のマリネなんだろう。エビと卵焼きって感じ。美味しいと思う多分これ。いただきます。恥ずかしい。いただきます。美味しい。エビと和風あんかけだしみたいな感じで美味しい。はい、というわけでやってきました。大好きな天ぷら御膳。なんかここのさ、天ぷらニューヨークの天ぷらっていうことでちょっと違って面白いんです。なんかこのポテトで巻いてあるやつとかあったりとか、それがすごい美味しくて好きです。これがね、茶碗蒸し熱。よいしょ、失礼いたしました。
ちら茶碗蒸しです。美味しそう、かわいい。これご飯、あ、ご飯美味しそう。これお味噌汁、なんだろうこれ、湯葉みたいなんか入ってる。美味しそう。ディズニーのおすすめ定食なので皆さんもぜひ食べに来てください。いただきます。絶対に美味しいやつだ。これは美味しいことが確定のやつだ。エビからいこう。一番美味しいやつからいくタイプの人間です私は。天つゆをしっかりつけ、うん、うんうん、美味しい。幸せ。これはマッシュルームの天ぷら。あんまないもんね、マッシュルームの天ぷらとか。これは多分エビになんか細いポテトがローリングしてあるみたいなやつだったはず。いただきます。うん、まっ。はい、幸せ。これぞ日本、日本に生まれてよかったと心から思える瞬間です。お味噌汁も飲んじゃおう。ありがとう日本、美味しいわ。これは多分ホタテ。豪華だね食材が。茶碗蒸しも美味しい。甘い。やっぱね、ディズニーリゾートでお米が食べれるところってそんなにすごい多いわけじゃないからありがたいですね。ここのお店に家族でおばあちゃんとか連れてきているご家族の光景を見るとすごいほっこりするっていうのがエミリンチャンネルあるあるです。お味噌汁の具は湯葉とわかめ。うん、美味しい。修学旅行生がキャピキャピしてるのがすごく可愛くて眩しい。私ももっとキャピキャピしたい。なんかもう声質が違うというか、声の出し方とか喋り方のトーンとか喋ってる抑揚のつけ方が全然違うよね。こんな淡々と喋ってないもん高校生。私もあの頃はそうだったのかな。自分が高校生の時そんなにはしゃいだ記憶がないんだけど、大人から見たら高校生の時はしゃいでんなーって思われてるぐらいにははしゃげてたのかな。私は果たして10代の頃。かぼちゃ、かぼちゃ甘っ、おいしい。かぼちゃって旬いつですか。めっちゃ甘いんだけど、かぼちゃ超おいしい。ありがとうございます。白米好き。幸せな気持ちになる白米、うん、めっちゃ美味しかった。お腹いっぱい。この噴水の広場みたいなところに来たんですけども、今日も水がいっぱい出てます。でね、私に気づいてくださったキャストさんがシールくれました。嬉しい、ありがとうございます。かわいい、めっちゃいろいろ書いてくれてる。こういう気持ちが嬉しいです。ありがとうございます。はい、続きましてこちらでカフェラテとミッキーマカロンを食べておやつにしようと思います。ご飯の後はおやつ。何食目でしょうか。ミッキーマカロンとアイスカフェラテです。見ていただいたら分かる通り風がめっちゃ強くてミッキーマカロン飛びそうです。ミッキーマカロン頑張って。ミッキーマカロン耐えて。でね、これね、ミッキーマカロンを頼むとミッキーマカロンケースをね頼む権利を得れるというあれなんですけれども、これが超可愛いでございます。可愛い。ちょっと待って、本当にマカロン飛びそうで怖いんだけど。超可愛い。これ食べます。耳をつけたいけど、耳つけたら飛んでいきそうなぐらいの風。ちょっと頑張るか。なんか前髪終わってない。マジでお風呂入ってきたんだけど、ちょっとと、りあえずさ、これを開けたい。かわいい。はい。かわいい。めっちゃかわいい、これ。あ、ガラナイフを向けたら本当にマカロンみたい。巨大マカロンだ。マカロン詐欺。で、アイスカフェラテ。綺麗な色、アイスカフェラテ。で、サムネ撮ろっか。こっちの方を本当のマカロンとして足してもらおう。実物。一瞬どっちが本当のマカロンかわかんない。風やば。遠いかも。潮風でまず前髪ベタベタになってる。今日お風呂入ってきてるからね、マジで。説得力ないかもしれないけど、日頃の行い悪いから。オッケー。では本物のマカロン食べます。美味しい。チョコレートマカロン。めっちゃチョコレートクリームたっぷり。めっちゃ美味しい。ただ風があまりにも風で、すごい風が風なのであって。チョコレートクリームとその下に普通にパリパリのチョコも入ってて層になってるので、柔らかいチョコレートクリームの食感とパキッと音が鳴るチョコレートの食感がベストコンビネーションショーって感じ。美味しい。これがマジで可愛い。マカロンケース。これどうやって開けるんだろう。どうやって開けるんだ。あ、開いた。せーの、パカ。かわいい。これアクセサリーケースとかいいですね。旅行行く時とかにさ、ネックレスとかさ、ピアスとかちょっと持っていきたいけどっていう時にこれちょうど良さそう。アイスカフェラテいただきます。エビタッピ、うまっ。ちょっと無理だ。これ
これ以上は風がやばい。音取れてるのかな、これ音入ってますか、皆さん聞こえてますか。聞こえてなかったらちょっともう編集者さん全部この想像でつけてもらうしかないんですけど、いけますか。はい、というわけで今日はとても楽しい一日でした。ご飯もたくさん食べてお腹もいっぱいになったので帰ります。今日ねグリーティングはね全然会えなかったことがあれなんですけども、今日は風が強いからかな、なんか全然いなかったらしキャラクター最初しか。はい、バイバーイ。